はい、皆さんこんにちは。ハレルヤプロスの井川よしひこです。始まりました。第2回、なんとかバラエティ、まあ、マジックザ・ガザリングなんですけれども、マジックザ・ガザリング、第2回マジック対戦バラエティ、ハレルヤコンバット。いやー、言ってもね、まあなんでこんなにめっちゃ噛んでるかっていうと、ちょっとね、シドニー帰りでね、めっちゃ疲れてるところなんですけど、もうなんでこんなタイトなスケジュールでやってるかっていうと、まあ、この人のためですよね。この人といえば、こちら！はい、皆さんこんにちは、ハレルヤクローズの原根です。よろしくお願いします。わよろしくお願いします。お願いします。いやー、原根くんでしょ、やっぱ。いやという形でね、原根くん。まずは今年のシルバーレベル確定、そして何よりもアモンケット環境名人戦優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いやーね、さすがのさすがということでね、もうこれもう全てね、このね環境名人戦の優勝を祝うための拍手みたいなもんだったからね急に月が回ってきてね、そうでかすか勝ちまくりという感じでね一攫千金確かに15万、この15万円何に使いますかと。まあ次と、まあ、ベガスのちょっと旅費がいいね、いろいろあれがあったもんでね、この生活もね、お金使うからね、うん、まあ、でもね、井川さんも、まあ、つい先日の、まあそのね、ちょうど名人戦の裏でやってた、裏でやってた、裏、まあ、僕らが裏かもどっちが裏だったのかの、グランプリシリーズ準優勝ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当にめでたい、よかった、本当に。まさかね、勝つとはね、そう、もうね、終わった後も鍋もね、いやー、実際今回4敗だと思ったよでも実際、ほら、でも予選ラウンドで3敗で、うん、決勝で負けて1敗だったから4敗だったよっていう、そういう話になったんだけど、狙い通り、ね、狙い通り、やはりね、4敗で終わりましたがっていう感じで、ありがとうございます。いや、めでたいですもんね。これでね、来年ももしかしたら一緒にマジックができるかもしれないという形で、みんなで参加しますね。ね、そう、京都もね、グランプリ京都、PT 京都もまだ今シーズンはあるけどね。そうですね、グランプリ京都が、ね、最後のチャンスですね、僕の。なあ、お祈りでシールドですね。シールドはね、運だからね、うん、ちょっとだけ話を戻しますと、はい、環境名人戦、はい、なんか珍しいデッキ使ってましたね。そうですね、うん、本当はちょっと全然違うデッキとか使おうと思ってたんですけど、うん、当日の朝、まあ、着いたら、そうしました、うん、なんかこう、本当に使う予定だったデッキを CDV にながらツイッター見ていたら、おっとこれはっていうデッキが公開されてまして、シルバーレベルの石原潤さんという方が、うん、MO のリーグで結構調子が良かったデッキで、すごいいいデッキなので、ぜひ使ってみてくださいって。で、載せてたね、はい、朝7時ぐらい。そうですね、確か、お家を目指して。6時か7時ぐらいだったよね。そう、早起きして、7時ぐらいにツイッター見たら載ってて、おっと思って、これかって。じゃあ、ぜひ使いましょういや、もう見た目がすごい良くてですね、うん、楽しそうだなって、なんかいろいろこうできて、うん、まあ、あと結構こうバランスの調整とかも、高橋優太さんとかがこの決勝が勝った時に話してたら、うん、もう見た目からして結構いい出来だったよね、ってことで、なんか。かなりね、その例えば1枚のコッパみじんが入ってたりとか、うん、そういう細かいバランス調整が、ね、そうです、環境に合わせてチューンされてる感じすごいして、うん、あとね、原根くん、あれだよね、ルベワルドのオーダー好きだよね。そう僕はもう、マジックのカードも多分数万枚ぐらい全然あると思うんですけど、うん、その中で一番好き、一番好きスタンダード落ちるまではこれと添い遂げたいみたいなそうなんですよね、もうちょっとなんか、イクサランくらい出ると確かもうインミストラード使えなくなるんですね。そうだね、確か、はい、うん、まあ、それも使い倒したいなということで、まあ、こういうなんかラストサンとか、うん、名人戦だとかハレルヤのなんかプロポイントとかあんまかかってないイベントは、うん、積極的に好きなカード好きなデッキを使っていきたいなと。確かにそうね、まあ、ドンピシャと使わせていただきますということで、今回もね、まあ、なんでこんなにねいろいろ話したかというと、はい、まあ、今回の企画ハレルヤコンバットという形で、はい、まあ、アモンケット環境名人に僕がね、ちょっと調整させていただこうかという形で持ってきましたよ、スタンダード。そういう流れですね、はい、という形で、ね、はい、ぜひ対戦いただいてもよろしいでしょうか。ぜひよろしくお願いします。いやー、光栄ですね。じゃあ、頑張りますよ。大戦で稽古つけてはい、じゃあぜひ戦っていきましょう。頑張ります。はい、よろしくお願いします。さて、じゃあ運命のダイスロールですよと。はい、っす、ハレルヤダイスよ、俺の力。9、はい、ちなみにね、シドニーほとんど全部ことだったよ
予選ラウンドね、14回やるじゃん。12回後出て決勝ラウンド全部ことだから4位通過で、確かにめちゃくちゃやんみたいな感じだった。決勝ラウンドは固定です。はい、先行です。お、これはね、原根選手をね、叩き潰す感じに見えますね。いいんちゃいます、やりますよ。と期待相手には到底対応できない手段のため、ね、マリアします。はい、スクライのカードは見せて、シュ。悩むね。悩ましい、悩ましい。悩ましいけど、後手なので、このまま引くことができるから、でもアイスコだな、上にします。はい、じゃあ、お願いします。お願いします。1打目は、当然のように、模範的な作り手。はい。じゃあ、期待という、お、来ましたよ。期待というデッキは分回りが、はいはい、アタック、はい、17、強いんじゃん、終わり。これ3点7点のプランですね。1回来て山本、どうですか解説の原根さん。解説です、何も見えない解説って新しいですけど。盤面だけ見てどうですか原根さん。いや、まだその駅にはコジリックの力が4枚入ってるため、侮ってはいけないです。ここでね、そこで島かな、はい、とりあえずこのターン、チクレイナズマがないことが確定し、僕はホッとしています。次のターン、コジレックリターンの確定させたいもの、山にします。はい、ドロー、はい、ちゃんと引きましたよ。という感じで、今先手3ターン目時点でもはや原根くんのライフが風前の灯火になりました。で、コンバット入って、はい、7点10です。終わり。またいよいよ、これはハッピーキープにやるかどうか、事件で突然そうなんだ。ここでちゃんとギデオンが引いている。はいはい、わーいと、はい、はい、どうよし、はい、でプラスしてなーってます、3です。分回り、土地もないし、土地もないし、相手は4ターン目ギデオンだし、まあ石かなったんで、土地が続けば、ああ、勝てそう、そうだね、5ターン目に着地できればって感じか。負傷、挑戦者井川のサイドボードは、まあ、コジレックの期間もあるし、結構ロングゲームを想定したサイドボードをしています。後手ゆえ。まあ、まるでデッキということで、まあ、サイドボードどういう風になるか分からないので、まあ、大体。日本が中間とかみたいな先手なので、まあ、自分の動きがやりやすいので、あまり形を崩しそうないかなというイメージで入れ替えてます。さて、1本目はね、イカ・ヨシヒコ・ブーム・オブ・ザ・ブンで勝たせていただきましたが、
はい。リーグしよう。もう今。はい、理想的と言えるのではないでしょうか。グッドハンドでございます。じゃあよろしいですか。よいしょ、 OK、 いいね。今回知ればいいです。どうぞ。引いたのはこれ、眺望から正面で手がかり出して終わり。はい、見返しを振って盛り、メインがね、もう作り手からスタートでね、サイドがね、セーベンから作るスタートするとサイドあるよね。よく言われる、これ期待の、強い期待の条件みたいな。うーん、悩ましいけど、オーダー、はい、ゆったりとしたスタート。で、はい、そのまま島置いて終わりです。はいはい、ドロー引きましたのはこれと霊気拠点で、はい、エネルギーが溜まりましたよ。なるほど。はい、19で、たかりや出して終わりと、はい、上々のスタートでございます。こちらも霊気拠点、はい、エネルギーが溜まってならずもの出し、はい、OK、エネルギーが3つになってワンドロー。ほい、どうぞ。どこで、ここで引いたのはこれなので、まあまあまあ小銭クリターン入ってるデッキ相手だと難しいみたいな。レイコ表を有効に使わせたくないですよね。そう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 あれなんで、これの価値は低いんだよね、一緒に流れるから。残すかみたいな。そう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 。ここは一瞬で残してない。はい、じゃあ手刈りを復習です。18で大面でまず手がかりを探って、はい、パストランドを引きに行く。引かない、終わり。しょうん、はい、2体目15になって、はい、で緑使って8、はい、終了です。結構まずめまずめですね、あれつらい。結構ゼリッとしたゲームになってきましたね。器でとらえて紅葉の4つ目が確定する感じに成功する。そうだねダメこれはね、ダメですね。ダメですね。壊しましょう。はい、3点くらいました。了解です。はい。ではこちら18の37で。はい。終わり。アンタップ。ロッ。紅葉も確定してね、これに手札に身も入られるとね、まくれんからね。はい、いくらだよ。器でやろうとしてたことを。はい。おお、これは、お、ボーナスがやる。ボーナス。候補は土地かクリーチャーですね。お、弱気だったかな。クリーチャーを回収しておこうかな。はい。はい、で、今これ4種類。はい、4種類あります。3種か。減りました。あ、クリーチャーが減ったのか。はい。はいはい。1個使いながら出して5個と入ってこう、はい、3個、はい、どうぞ。なるほどね、スリーベン2体で止まっちゃうのは悲しいですね。うん、そうだね。スリーベンの3体目やっぱね、サイド後スリーベン引けるとね、嬉しいよね。そうですね、いたずらにライフなくなることはなくなりますから、ね、うん、あり、はい、で、ちょうど何でなって、ちょっと弱気だったな。さすがに弱気だったな、うん、反省、以下は反省のターン。難しいこれ、これだな、これだな、やばいな、
ドラゴン。イエス。ドラゴン出します。はい。戦闘。どうぞ。じゃあそうだね。特例して一匹を焼きます。特例はした。はい。じゃあ一体ダブルブロックで。はい、じゃあ7点出します。7点です。はい。10。終了です。エンド前に作った1枚。はい。じゃあこれでクリーチャーこっちとこっちで4種です。はい、どう。あ、あ、いよ。喋るから解説しようか。あるある。さてと。ギデオン出して、はい、トークンを出すとこまで確定するかな。ドラゴンの2枚ありそうだな。ちょっとぼんやりしてますね。かなり2枚目ありそうな雰囲気が漂っているが、2枚目が来た時にどうなるか。死ぬ、全てが失う。オールイズダストか。なんだっけ、ちょっと結構贅沢な使い方してます。うん、ドラゴン、そうなんだよね。プラスにしても結局あれだよな、特例したら一緒だよなみたいな感じだから。なので変わんないので、まあマックスバリューでトークン出しますか。エンブレムも一応あるか。エンブレムが一番強いエンブレムです。なるほど。エンブレムです。はい。はい。私も受けたので、こうなってくるとちょっとアバシンとかに寄ってきます。うん。よいしょ。これが今日のキープレイと覚えておいてください。はい、攻撃しました。はい、死ぬ。はい、メインで、はい、トラッカー出して、トークン。どうぞ。どうぞ。じゃあ、チクレイだけやばいぞ。チクレイやばいね。チクレイだったら9割8分負けになってしまうが。強気プラン、弱気プラン、何したいねんプラン。強気プランでいきます。はい、攻撃して、どうぞ。特例、はい、じゃあやって13。はい、グラップル。その時グラップル何枚入ってるんだっけ。3枚ですね。3枚か、結構入ってる。4ではないのか。さて、ドラゴンの2枚目かトラッカーかって感じか。ドラゴン2枚目で8点入れるか。コットライフが10。これをほとんど進む。はい、66。もしかして積んでますね。ほぼ終わりです。1倍。あやっぱダメだったな、ちょっと下手だったな、ちょっと弱気だったな、今日は。そうですね、あの3ターン目で、うん、3ターン目でしたっけ。うん、3ターン目だけですね。さあ、あれがメインでサクってワンドローしてると次のターンに綺麗にギリオン出して、ギリオンがグローリーブリンガーで落ちてたっていうベストプレーをしてると俺のギリオンがグローリーブリンガーで落とされてて、もっと悲惨だったんだけど。先手後手の関係ですよね。うん、そうだね。そう、先手取られてると、うん、ちょうどグロリングが落ちる。そうだね。やった。まあそしたらでもすぐ奥義したかもな、実際。ありますね。そうするとバルスレーベンが一気にパンクして、うん、そうで、グレイブリンガー走られて、俺返しにチャンドラで焼いてみたいな、うん、チャンドラとドラゴン全部あって手札に、はい、ギオン、チャンドラ、ドラゴンってあったから、その方が良かったかな、ちょっと。これがバル追加されます。アボケなので、まあ、もしかしたら鎖で座るんですけど、ちょっと受け入れを広げておこうかなという。
では3本目先手でございます。はい、よろしくお願いします。あ、どうかな。これこれこれというね、このもうかなりのもう神に愛されたハンドと言っても差し支えないのではないでしょうか。はい、これからキープします。はい、ではお願いします。はい、やはりサイド後はスレーブから。はい、はい、はいです。はい、どうぞ。アタック1点。はい、19です。力キランの新意を出して終わりです。キランもね、ちょっと強くなったね、多分。あのなんだっけ、造反者の解放だっけ、うん、あれがね、環境からちょっと減ったから。そうですね、うん、昔、メインからよく撃たれてたからな。期待ビールにはすごいちょうどいい顔でしたからね。で、エネルギー2個出しておきます。はい、どうはい、どうぞ。チラチラ戦術当然下でございます。2ドローしましたね。2ドローしたよ。いや、だから好きなんだよね。操縦者は操縦士ね、すごく良い。じゃあ登場して5点。はい、14です。このムーブ最高。おい、机に強いのもいいね。でも難しいところですよ、ね、先手だから、後手だから逆にスピードで間に合うように真中に戻したのか、多分そんな気がする。後手はちょっとやることが、うん、後ろそうこじりくりターンもあるけど、まあ、真中にもまあいいやろみたいな。ちょっと難しいですね、この辺からね。ちょっと機体の構造はまあいろいろバリエーションがあって分かりづらいんで、なんかサリア出てきたりとかして、この土地の処理の仕方も。そうだね。基本地形からを取っとかないと裏めったりもするしね。難しいよね。難しいです、このターンは特に。まあ、ただこの辺踏まえてもこれがいいかな。はい、霊気拠点終わりです。はい、めっちゃ竹霊の雰囲気がしますよと。ドロー、おパシやるやん。突っ込ませます。はまりましょうね。しますよと。2個減って1ですかね。はい、はい、で第2メインで2枚目ですよ。終わり。はい、ダンタップ。ままならんですね。ままならんです。地下が地下が大きすぎるな。はい、トラックイエス強気。なるほど、手がかりました。はいはいはい、はい、終了です。エンド前にエネルギー使うかなと。エンド前に作ります。はい、なんだどう。バリアーなしで持って5点。はい、9です。終わり。ただエネルギーを使い切っちゃって。そうやね、手がかり。はい、ワンドロー。はい、ダメだな。はいはい、もうバニラになってしまった。はい、5個使ったからね、蓄霊が。この攻撃は、ね、結構これがあるんですよ、使い切っちゃう。はい、これが生き残れば終了です。終了ですか。タコ、タコは出ないか。出ないです。まあ、なんか竹霊で触れたりすると出るかな。そうだね。まあ出さないわけはないので出しますよ。ちょっと考えますね。うん、
はい、じゃあプレイにスタックしてはいはいお願いします。プレイにスタックで出たか、そうです。はい、白です。はい、ドロー。はい、え、すごい。ライフが9です。9は蓄霊もされないのでおおむね勝っている雰囲気が濃厚ですが、いいでよ。はい、エンブレム。なるほど、シュッ、負けました。うしゃー、勝利勝てよいや、かなり引き圧力がついてた。もういや、でもちょっとね、いろいろ分岐点があって悩ましかったですね。あ、そうなんだ。うん、あのトラッカー出したターンにポジレックリターンを打って、はいはい、まあ乗れないことに期待するとか、ポツポツプランが、そうするとまあ乗れるかもしれないけどアバシに出なくなるかもしれないとか、そうだね、不確定情報が多くて、後ろ向きすぎるかなと思って、まあ一回トラッカーを場に残して、まあ、あのポジレックリターンを打って地上を固めながらみたいなプランを取ったんですけど、うん、あんま良くなかった。うん、こっちの、そっか、キランの2枚目およびアバシンとはかなり組み合ったのか。そうだな、うん、うん、キランの2枚目は一緒か。2枚目はまあ、あんま変わんないか、変わんないか、変わんないね。うん、聞きます、変わんですもんね。という形で、運よく環境名人に勝たせていただきましたありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでお送りしたハレルヤコンバットいかがだったでしょうか。てかね、まあ俺が MC 役やってんのもね、ちょっとね、ハラネファンの、もう世界100万人のハラネファンに申し訳ないんで、ちょっとせっかくならね、はいはい、環境名人のハラネさんにやってもらおうかなと。いや、僕はそういうのしかないいやいや、そんな照れずに、まあ、じゃあせっかくなんでそうですね、ハレルヤチャンネルをこちらの放送を行っていただいておりますけど、そちらも登録しておくと、あの動画の更新情報なんかを、まあ、いち早くできますので、まあ、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。こちらみたいなの出るかな、出るかな、出るかな、上げていこう編集のハードルと負担をかけてるさらに、はい、僕が、まあ、今回勝たせていただいたあの環境名人戦なんですけども、はい、まあ、マイセット、うん、やることになっていて、で今回はモンケットで開催しまして、そうですね、破滅の時にもさらにも開催されると。はい、でその日程が9月2日土曜日、はい、なんでも今、まあ、もうちょっと2ヶ月ぐらい後になるんです。そうですね、はいはい、今年復活の日本選手権の前の週の土曜日という形で、うんうんうん、で同じジグザグフォーマットで開催されるという形なんで、あ、もう完全に同じフォーマットって感じですね。同じですね、スタンダードとリミテッド、なんでも日本選手権参加する方もしない方も、うん、じゃんじゃん参加しちゃってくださいやと。バッチリですね。バッチリですね、はいはい。まあね、結構イベントとしてもね、普通に面白いですよ、この環境名人戦は。やっぱジグザグ、うん、なかなか、あとはその、うん、なんですかね、これ競技的なリミテッドというか、うん、そのドラフトやる機会とかも、まあ、あんまりなかったりして、確かにそうですね、結構程よい緊張感で、なんかみんな楽しんでやってる空気が出てました、うん、なんで、まあ、今回、満足度高かったんじゃないかなと。15万ももらえたし、まあ、僕は、僕は置いといて、まあ、でも、あんま結構ね、良かったですね。そうですね、はい、皆さんからもすごい、はい、あのご好評いただいたので、今後もね、うん、継続していくんじゃないかなと思います。はい、まあ、まあ、とりあえず次回は、ハネスの時、9月2日ということで。初代環境名人からね、じきじきに宣伝していただけるまあ、やはり、一時のもんなんでね、言えるときに言っておこうかな。もう次にはね、もう忘れられてるかもしれないからね、もう。そうですね、なんだろう、まあ、毎節やっていくつもりとのことですね。はい、ぜひ、ハレルヤにご期待くださいと。はい。はい。では、まあ、こんな感じでね、また次回以降もやっていこうかな。はい、と思いますので、どうなってなるか分かりませんが、はい。まあ、ぜひ、お楽しみいただければと思います。はい。はい、じゃあ、ご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバーイ。